ご視聴ありがとうございます。今日はですねプレイヤー使いの、工作をやっていきます。すっごいくだらないと思いますがよかったら見ていてください。あのですねプレイヤー使いのクラウドの、バスターソードなんですけど、この穴なんですけど、まあ、背中にかけるパーツをはめるくらいしか、用途がないんですよね。でも実際は、こんな感じで、マテリア入ってるじゃないですか。でも改めて見るとなんか思ったよりちょっと小さいですね。でもまあとりあえずこの穴に埋まるマテリアをですね、作ってみたいと思います。まあでもちょうどいいあの大きさの玉を入れたらもうそれで終わりなんですけど、まあでもそんなこと言ったら動画にならないので、ちょっとですね工作してみたいと思います。はい、それでですね100均で、まあ、都合のいい大きさの玉なんていうのはなかったので、穴が開いちゃってるやつなんですけど、こんな感じのビーズを買ってきました。で大きさが、6ミリでした。でこれ適当に買ってきたんですけど、大きさ見てみたら、全然入りそうにない、ちょっと大きかったです。なので、このままだと、そのまま使うのは無理です。それでですねちょっと開けますね。マテリアって、緑、青、紫、黄色、赤くらいですかね。でこれピンク色のを買っちゃったんですけど、まあ透明も入ってるので、今回それを使っていきます。はい、こんな感じで、透明、少しなんかパールみたいな色してるんですけれども、でご覧の通り、大きすぎて全然入りません。てなわけで、このヤスリを使って、地道な作業なんですけど、小さくなるよう削っていきたいと思います。はい、できました。見てわかりますかね。全部を削ってるのではなくてですね、パールっぽい、綺麗な部分が上下残るようにして削りました。で、これがこんな感じ入りました。やっぱり劇中よりちょっと大きいですかね。まあでもいいです。ではこんな感じで何個か作っていきます。はい、できました。でとりあえず4つほど作ってみました。ではですね次にこれの色を塗っていきたいと思います。油性ペンみたいなので塗れば良さそうなんですけど、持ってなかったので、最近フィギュアのリペイント用で塗料を買ったので、それを使って塗ってみたいと思います。これクリアブルーなんですけど、クリアなせいかちょっと薄くなっちゃいますね。なんか水色になっちゃいました。てなわけでですね赤もピンクになっちゃいそうだったので、ピンクのビーズっていうのがあるので、それ1個削りまして、それを赤で塗りました。そしたら、これはしっかり、濃くなってちゃんと赤くなりました。はい、で紫なんですけど、クリアの、青と赤は混ぜたんですけど、やっぱり薄いですね。はい、で黄色がなかったので、最後、これ緑で塗りました。はい、では、塗料も乾いていきましたので、早速はめていきたいと思います。はい、こんな感じです。まあ、ちょっとやっぱりでかかったですかね。まあ、その辺は気にしないでいただけると嬉しいです。はい、2つ穴、マテリアで塞ぎました。では棒2色、どうでしょう。よく考えたら赤の召喚マテリアって、武器につかないですよね。これもまあ気にしないでください。はい、ではですね、クラウド君に持たせてみました。こんな感じで完成です。いかがでしょうか。
はい、というわけで、小学生の工作にも満たないような、超雑で簡単な工作でした。で、一つ注意なんですけど、って何が注意なんですかね。やる人いないでしょうけど、削りながらちょいちょい穴に入るかなって差し込んで見て確認しながらやったんですけど、そろそろかなっていうタイミングになったらちょくちょく確認した方がいいですね。一つですね、削りすぎて逆に穴にスカスカになっちゃいました。あとですね、もし似たようなことをする予定が、あるっていう方いましたら、私買ったのって6ミリって大きさなんですよね。で、なので結構削って、なおかつ、はみ出るぐらいの大きさだったので、実物サイズを再現するならもっと小さい方が良かったかもですね。5ミリとか、そんなうまくサイズあるんですかね。でも6ミリで大きですけど、5ミリだと逆にスカスカとかになりますかね。でももうちょっとやっぱり小さくても良かったんじゃないかなって思いました。私ももし見つけたら試してみたいと思います。でもこうやってマテリアつけてみるとなんかいい感じじゃないですか。劇中っぽい雰囲気出ると思いません？私は、結構好きです。てかむしろちゃんと製品版でつけてほしいくらいと思ってます。皆様もですね、興味あったらぜひやってみてください。やらないですかね。はい、ではですね、今回はこれで終わりになります。リベイントに続き今度は工作やってみたでした。いかがですかね。あまり面白くないですかね。でもまた何か面白そうなことが、できそうだったら、やってみたいと思います。はい、ではですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひまた見に来てください。それでは。